し、出かけよう。で、ここをこうして。おお、たしはい、食べる。おいしかったね、ルラーちゃん。うん、とっても幸せルラーちゃん。ねえお母さん、どうして私を引き取ってくれたの？理由って、アーキュリスに初めて行った時、すっごい懐いてくれたし、それで思ったんだ。それでベノンさんとも話して。そっか、なんか安心したよ。そうだね。ねえルルアちゃん、これ開ける。ん、何これ？そう、うちのフリクセル家伝統のパイの、ルルアちゃんが作ったパイ。私、お母さん。うん、ふぅ、ま、何の材料
調べないと。これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。Thank you.
私を誰だと思っている。ちょうどよかった。マーナ、ちょっと聞きたいんだけど、このホムラの領域はもともと地方一帯の温度管理を担っていた施設よね。それが今じゃこのあり。ああ、お察しの通り。え、ちょっとちょっと置いてかないで。ずっとずっと昔の話だ。人々の暮らしを豊かにするべく、領域はもともと機械を置く施設があった地。地方一帯の気温をできたんだよ。昔の機械技術は今とは比べ物にならないほど発達。マジかよ。おお、マジだぞ。まあ、おっと、少し話しすぎたか。次は夜の領域だろ。行っちゃうの？それにしても機械がそんなに発達してたなんて。うん、アーランドが発展したのもあんまり研究は進んでないけど、でも失われた技術には何の意味もないわ。過去にどれだけ栄えていたとしても大事なのは今この瞬間だから、みんな改めてお願いよ。フェルスガラクセンの倒壊を防ぐために。もちろんだよ。スティアのためなら全力で頑張る。だから私を信じて。ええ、そうよね。ありがとう。誰？目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。
へ行くのだ。油断だけはしないようにな。さて、ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。ねえ、ここが夜の領域なの？ああ、そのはずだけど、暗くて何も見えないね。うん、近頃さらに暗くなっていてな。なるほど。困っ。あ、ごめんなさい。リドルが光った。いたたたた。さあ、どこに。ダメだ、このまま進むのは危ないし。ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。今の我々にぴったりの道具だ。どのような南極にあっても。手品か。暗闇を照らす灯台のごとく、その正確さはまさに神がかり。でもね、ルルアちゃん、フィクスさん、どんな手品でも必ず裏がある。どうしてそんなに正確に。そう、まるでルルアちゃんの身。そもそもリドルはそんなことをして得をするのは、ちょっと。まったく。さあ、ルルは。うん、そうだね。フィクス君。さあね。あ、新しい文章。さーて、今のに行くの？何するんだっけ？何するんだっけ？あ、新しい文章。今の予定は、目的、行き先は。
これで。フィクスさん、頼まれたもの作ってき。おお、ルルアちゃん、あり、うん、いい力を放っている。ルルアちゃん、それが終わったらいよいよ本番、準備ができたら声をかける。はい、わかりました。ルルアちゃん、それじゃあ待ってます。ああ、もちろん。さーて、どこに行こうかな。よし、出かけよう。行き先はと。さーて、どこに行こうかな。行き先はと。でも、どうしてそんなに正確にルルアちゃんの行動を予測できるんだろうね。そう、まるで私の未来を知っているかのように。か、未来、お母さんみたいな錬金術師に慣れてるのかな。スティアやエーファ、みんなとはどうしてるのかな。ううん、やめやめ。未来のことなんてわかんないし、道具を作って夜の領域にオーソライズキーの材料を取りに行くんだから。ふう、気合を入れて。よし、気合バッチリ。何するんだっけ。どこへ行くのだ。油断だけはしないようにな。
違っても口に入れちゃダメだからね。中身は何だ。慎重に。こら、聞いているのか。
にあるぞ。ありがとう。ああそうだ、ここでは時間を調整する機械が稼働していた。昼夜ホムラの領域といい、昔の機械文明は本当に進んでいたのだ。だが一つ疑問がある。今よりも技術がはるかに進んでいたのなら、その理由はとても簡単で、ナルルはガラクセンが何のための施設か知っているか？各地のガラクセンは機械を制御する役割を果たしていたの。代表的なものはアーランドのオルトガラクセン、アールズにあったエヒト、そのうち最も重要だったのが、だが何の因果か、その結果各地の機械は大暴走、結果として機械文明は終わりを告げたと。おや、どうしたんだいルルアちゃん。いや、いろいろと頭の整理が追いつかなくて。ねえマナ。ルルアよ、オーソライズキーを調合したらオルトガラクセンの奥に来い。さっきも言ったが、夜のかけらはこの先にある。ちょっとマナ、マナってば。ねえスティオ、マナって一体？知ってはいるけど。ケチンボ、知ってるなら教えてくれても。違う、言いたくても言えないのよ。それってどういう？ルルア君、気になるのはわかるが、フェレスガラクセンの倒壊はいつ起きてもおかしくないのだからな。そうですよね。陸の上だが、この俺様に資格はない。中身は何だ？あれ、もしか。待て、ルルア君。通してくれる気はないようだね。ならば仕方あるまい。
よし、倒したね。はい、バッチリです。それならよかった。ええ、灼炎光と夜のかけら、あとはアトリエに戻って調合するだけ。よし、この調合は絶対に失敗できないし、ルルアならきっと大丈夫。うん、さあアトリエに戻ろう。張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。